顔のたるみ、ほうれい線が気になるよっていうあなた、まず今日はちょっとね、この耳の上の部分をこうやってつまんでみてください。つまめます？いやー、なかなかねつまみづらいよっていうあなた、あなたこそチャンス。試しにね、ちょっとこの部分をちょっとキュッて上に引き上げてみて、そうするとこっち側ね、やっぱちょっと若返るし、ほうれい線もねスーって薄くなりますよね。ってことは、このね頭皮の部分って顔のねたるみに直接関係があるんですよ。長い間のマスク生活でここの部分の筋膜ってねカチカチでキュッて固まっちゃってる。そうするとここがね引き上がらなくって顔がドゥーって下がっちゃいます。だけど大丈夫、今日の動画を最後まで一緒にやってもらうとキュッとねここが引き上がって、ほうれい線もたるみもね整形級に変わっていきますから、まずは一緒にやってみましょう。さあ、じゃあまずね耳の周りつまんでいくんだけど、こうやってねつまめない場合に、こう上下から両方の手で片方こうで上と下からキュッて、ね、挟んでいくとつまめるので、こういう感じでやっていきます。じゃあ1分間いきますよ。よーい、スタート。はい、上と下からキュッキュッ、なるべくね上げたいので、下の方の手をクッて上に上げて、上は止めといて下をキュッと上に上げていくといいですね。こういう形だとねちょっとこうつままれる感じになりますよね。こういろんなところねこうちょっと移動しながらやっていきます。でだんだん少し後ろの方も、後ろになればなるほどちょっとね硬くつまみづらくなるので、後ろの方もちょっと念入りにキュッキュッキュッてちょっと動かしてもいいです。この耳の後ろ硬い、耳の後ろ側も結構大事です。挟む。もうねマスク生活でほんとここカチカチになってるので、しっかり動かしていきましょう。よし、はーい、オッケー。はーい、ちょっとねこれで右と左触ってみて比べて、ほらこれだけでちょっとなんかこっちの方がすっきりしてるでしょ。本当にここ大事なので、はい、じゃあ反対側もやっていきますよ。よーい、スタート。はい、できるだけね下の手を上に上げる上げる、こっち押さえといて上げる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 、こう爪がねある人はこの指の腹でこうやって押してくださいね。上げる上げる上げる、そうキュッ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 、でだんだん後ろの方も、で後ろはねちょっとうまく浮きづらかったら少しこうやって動かしてもいいです。動かしながら上に上げる上げる上げる、硬い後ろがやっぱり耳のこの後ろね、この辺もしっかりキュッキュッキュッ、カチカチですね。キュッキュッキュッ、つまみ上げるつまみ上げるつまむ、はい、戻ってくるとやっぱ前の方はちょっと柔らかくなってます。あー、なんかあったかくなってきた。うん、はい、オッケー。ふう、ちょっとこの辺がねポカポカしましたね。で触ってみると、おだいぶちょっと両方いい感じです。はい、そしたらねここ柔らかくなったので、ちょっと縦に上に引き上げるように動かしながら、こうだんだん上に上がっていきますよ。でこれもう1分両方一緒に行きましょう。よーい、スタート。はい、上に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 、そうで、だんだん上に上がってきたらちょっとね真ん中、もう頭のど真ん中まで、ほらこの辺グッと上げるともう下の方までこうね上がってきますよね。でもう一度上に上に上に、髪型がかっこよくなってます。上に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 、そう、できればね鏡を見ながらねやると、おー上がってるなーってなります。でもう一度今度そのままズリズリズリーと上にね、もう髪の毛ごと引き上げるように筋膜を引き上げて、最後手でキュッと挟みながら上にしっかり上がれ、上に上げます、上がれ上がれ、上げたまま深呼吸、ふうで、ゆっくりそのままねここに留まるようにして
そっと手を剥がします。 OK。 はい、どうですか。だいぶなんかね、この辺引き上がってきましたよね。はい、そしたら最後、今度ね、少し斜め後ろの方に指をこういう風にね、丸く作って、後ろの方にぐーっと斜め後ろに引いて、後ろまで行ったらそこからリンパをドバーッと首まで流していきますよ。これも1分いきましょう。用意スタート。はい、気持ちよくこのね、指の腹で後ろに引いて、ほうれい線までね、しっかり引き上げるからの、後ろ、首の後ろドーッと流します。気持ちいい。はい、後ろにぐーっ、ほうれい線がね、なくなるようにしっかり引き上げて、首の後ろ流す。はい、引き上げて流す、引き上げて流す。気持ちいい。ぐーっとね、ゆっくりこう皮とも筋膜、髪の毛もね、もう一緒にぐーっと引き上げて、引き上げて、この手でもね、引き上げて流す。ここ気持ちいいですよね。はい、しっかり引き上げて流す、引き上げて、四角手でね、全体にこう引き上げて流す。はい、オッケー。はい、これでもう一回ちょっと触ってみて。もう顔めちゃくちゃスッキリしてるでしょ。顔一切やらなくても、ここの部分のね、筋膜が緩むと、もう整形でね、こうやってキュッてリフトアップしたみたいに吊り上がって、ほっぺがね、上に上がります。そうするとほうれい線も薄くなるので、これね、毎日ちょっとずつ、朝でも夜でも化粧水ね、つける時とかにもついでにやってもらったら、それだけで変わりますから、覚えるまではね、動画を見ながら一緒にやってください。プラス、もっと引き上げたいよっていう方はね、この鎖骨の周りだとか胸の周りのね、剥がす動画もいろいろこういうのがありますので、概要欄を見てもらえるといろいろあります。首周りとか胸もしっかり緩めると、顔がキュッと上がりやすくなりますから、合わせてそちらもやってみてください。体も顔も引き上げていきましょう。うーぐんぐーん。三日坊主でなかなか運動が続かないとか、長い動画は私は苦手というあなたのために、みっこ LINE 公式アカウントがリニューアルしました。はい、なんと今回のリニューアルで新しくみっこハッピーストレッチが追加されました。1日1回みっこハッピーストレッチをポチッと押していただくと、短いね、1分とか2分ぐらいの短い動画が流れるので、それをね、1日1回みっこと一緒にやってやったよってスタンプが押せるんです。もうこれがいい。昔のね、ラジオ体操やってた時みたいにスタンプをポチッと押していくと、なんかよしよしってギャローってやる気になるじゃないですか。それでぜひ毎日1回ストレッチを続けてください。そしてなんとなんと、さらにこのスタンプカード頑張って貯めてもらうと、豪華プレゼントがもらえます。プレゼントの内容はね、ぜひ LINE 公式アカウントの方を見ていただくと分かりますから、 YouTube のタイトルの横に矢印があるので、矢印のところをね、ポチッと押してもらうと説明の欄が出てきます。そこから LINE 公式アカウントをさらにポチッと押していただいて、 LINE でお友達になってください。毎日ちょっとだけでもね、運動する習慣をつけて自分に丸をしていきましょう。40代からの動けるカードチャンネル、まだまだ元気に遊ぶぞ。うーっけ。